バカリコネはコートジボワールアビジャン出身の元サッカー選手。ポジションは FW。元コートジボワール代表。サッカー選手のアルナコネ、カラムココネは自邸。1994年に当時のコートジボワールのアビジャンでスカウトを受け、イセクミモザのユースチームに入団。5年間を過ごし、1999年にトップチームデビューを飾る。2002年からは、 カタールのあるユテハドに移籍し、レギュラーとして1シーズンプレーその後、2003から04シーズンからは、フランスリーグでのローリアンに移籍。これ以降は活躍の場をヨーロッパに移すこととなる。ロリアンでは1シーズン目からレギュラーを獲得し、いきなり10得点を上げると、2シーズン目となった2004から05シーズンは25試合に出場し24ゴールを上げる活躍で、 リーグアン昇格に貢献。バカリ自身もリーグ2得点王、リーグ2最優秀選手を獲得した。この活躍からリール、ストラスブール、オセールなどから注目され、結局2005から06シーズンからはニースへ移籍。シーズン開幕戦のトロア戦でいきなりリーグアンデビューを飾ると移籍2試合目のトゥールーズ戦でリーグアン初ゴールを記録。レギュラーを勝ち取り、 2007から08シーズンにはリーグアン移籍後初めての2桁得点でリーグ6位の14ゴールを挙げた。リーグアンでも成功を収めたことから攻撃陣強化を望むオリンピックマルセイユが獲得に乗り出し移籍金1000万ユーロで移籍。マルセイユでの最初のシーズンとなった2008から09シーズンもレギュラーを獲得。リーグンに加えてチャンピオンズリーグや UEFA カップにも初出場ながら全試合に出場し、チャンピオンズリーググループステージの PSV 戦では、チャンピオンズリーグ初ゴールを決めた。これらの活躍や、後日の代表での活躍もあり、2009年3月に、ヤヤトゥーレや、リディエドログバを抑えて、コートジボアール年間最優秀選手を受賞した。2004年9月5日のワールドカップ予選、スーダン戦で、 コートジボワール代表デビューし、同時に代表初ゴールも記録。以降は代表に定着し、2005年12月12日のルーマニアとの親善試合では弟、アルナとの兄弟アベックゴールも記録。アフリカネーションズカップ2006のメンバーにも選ばれると、準決勝のカメルーン戦では同点ゴールを挙げると、チームは PK 戦の末に勝利。決勝進出に貢献したが、 決勝のエジプト戦では負傷し、チームも準優勝に終わった。ワールドカップ、ドイツ大会のメンバーにも選ばれるが、コートジボワールは、アルゼンチン、オランダ、セルビア・モンテネグロと同組の死の組に入った。バカリは3試合すべてに出場し、オランダ戦では、ミドルシュートを決め、ワールドカップ初得点を記録するなど、コートジボワールの前線に貢献した。続く、 アフリカネーションズカップ2008でもチームの中心として4試合に出場するが5から1と対象したギニア戦での1ゴールに終わりチームも4位に終わる。しかしその後のワールドカップ予選では4試合に出場し3ゴールと絶好調でチームを牽引した。ありがとうございます。